これが人生初実況、ドラゴンクエスト4実況プレイ。私実況者のキョンと申します。前回はですね、リバーサイドの村でね、気球を手に入れて、で、ようやくね、世界の真ん中の方にあるちっこい島のとこ入ってきたら、で、ここにあるゴッドサイドの街というところにやってきました。じゃあね、続きをやっていきたいと思います。こういう自陣むさいところ、ブライにはぴったりね。ここに隠居すればいいのに。隠居ですか？まあ、最初なら騒ぎたいわ。暴れたいわ。走りたいわ。戦いたいわ。なのに、この町の人たちってどうしてあんなに静かなの？信じられない。占いで光を感じた時と同じような気持ちだわ。ここは一体。静かですよね、本当に。雰囲気がね、全く今までの町とは違いますよね。BGM で、わかる通りなんですけど、もう宝ないですね。まだあっちの方に人がいますね。話聞いてみましょう。この島のどこかに天空に通じる塔があると、あるらしいと聞いたのだが、感じます。この町には私と同じような人、人ならざる者の声を聞く人々がいる。星々や大地、天の声、わかるわ。私たちはこの町へ導かれてきたのだと。この町にいるとなんだか心が安らぐようです。不思議ですね。教会の聖堂の中のような厳かな空気が町全体を包んでいます。ああ、神よ、あなたはすぐお近くにいらっしゃるんですか。近いからですかね、天空に。たとえ天空への塔に登っても、誰もが天空に行けるとは限りません。古い書物によれば、天空の武器と防具、すべてを手に入れた者だけ、その資格があるとか。気球だと敵が出なくてつまらなかったけど、塔ならバンバン戦えるわね。戦うことばっかりじゃないですか。どうせ私には天空の武器は身につけられませんし、地上で待ってるわけには。ダメですか？そうですね。ダメですよね。ああ、高いんだろうな。高所恐怖症にはきついですよね。グリフトみたいな人がたくさんいるわね。間違えないようにしなきゃ。グリフト。ちょっとかわいそうだ。じゃあ、話し切りましょう。私にはわかります。デスピサロの心にあるのはもはや憎しみのみ。早く止めなければデスピサロが凄まじく邪悪なものに進化を遂げる前に。憎しみ？何を自分ばっか。憎しみなら私だって負けないくらいあるわ。お父様や城のみんなを連れ去った憎しみをデスピサロに叩きつけてやる。戦いの他にデスピサロを止める方法はないのでしょうか。そうですね、無理ですよね。ああ、なんてことでしょう。もし黄金の腕を使えば進化の秘宝は昔のものよりさらに恐ろしいものになるのです。メイと引き換えに渡した黄金の腕か、まあ、考えても仕方がないわ。私の強さはもう半端じゃないもの。ちょっとぐらいハンデがなきゃね。いや、ハンデっていう問題じゃないでしょう。噂によればデスピサロは地の底深くに潜り秘宝を使い始めたと聞きます。遠い昔に禁じられた進化の秘宝。天空は聖なる力の源、地の底は邪悪なるものの源、そう伝えられてますわ。大変なことになってしまった。デスピサロという魔族の者がついに進化の標を完成させたようじゃ。やはりフレノールで黄金の腕を奪われたのが悪かったのか。神よ、私の無力をどうぞお許しください。私は天の声を聞く者、エスターグがよみがえり、それを勇者が倒すという予言を聞いたのも私。すべては神の予言通り。そう、そなたがこのゴッドサイドへ来ることも。しかし、エスターグが倒された後のことは全く何も聞こえぬ。おお、天狗の神よ、一体どうしたのようですか。何も聞こえないのは当たり前よ。だってもう分かりきってることだもの。私たちのおかげで悪者みんな倒されて世界は平和になるの。ね。どうでしょうね。神のお力を持っても世界の行く末は知れぬとは、私は心配です。せめて姫様だけでも安全なところへ。なんて本人が許さないだろうし、はあ、これまでの旅のすべてが神の導きというならきっと希望はあります。
私たちが巡り合い仲間になった。もう一人ではないのです。全てが終わったとは思いません。まずは天空へ登る道を探すことでしょう。そこから道は開けるはず。空を飛んでると魔物と出会わないみたいで、気球って便利だけど私にはちょっと問題ないかな。気球を使えば岩山に囲まれたような場所でも行くことができますね。さあ、まだ見ぬ秘境へと飛び立ちましょう。何かの本で読んだことがあります。黄昏の中、神の声を聞く者たちが集う不思議な街があると。地図にも載らない街、他の街との交流もないか。今がチャンスだ。ここからの名産品を独占して、いや、観光地としてツアーを組んで、ブツブツ。不思議なの街の作り、不思議な建物、名産品は何かな。するものよ、何時は天空を目指すのか。それとも天空まんじゅう、天空せんべい、天空もなか、天空カステラ。商品化するならまずどれが一番いいですかねって。どれでもいいんじゃないですかね。もう天空に近い。あいつ何言ってんのよ。こんな定時にあるくせに。静かな場所でなければ心が落ち着かぬはまだまだ未熟者の証拠。わしほどの達人になれば、酒場でもカジノでも精神統一ができますぞ。おお。出会いと別れ、生と死、絶望と希望、すべては神の導き。恐れず進みなさい。神はいつでもあなたを見つめているのです。おお。思えば自分がこうして皆と旅しているのも神の導きなのかもしれんな。おお。自分にはどうも肌が合いません。さっさと用を済ませ、先を急ぎましょう。どうもやりにくいわ。人はたくさんいるのに、ずいぶん静かな街ね。静かすぎてもね。まあ落ち着かない人は落ち着かないでしょうしね。じゃあ聞きましょうね。はい。身だしなみのチェックがあるなら、新しい服とアクセサリーが必要よね。ね、ね、いいでしょ。買って買って。何を身につけるんですかね、もうこの人。さすが天空の武器と防具、伝説になるだけのことはあるな。この出がらしのお茶のような枯れ切った、いやい、おごそかな街の雰囲気はもしや。昔聞いたことがありますぞ。世界のどこかに天の声を聞く者が集う街があると。ここだったのか。おお。黄昏の中、神の声を聞く者たちが集う不思議な街があると。有名だったんですね。噂では結構聞かれてた街だったんですね。はい。勇者さんの噂はこの街まで響いてるんですね。ふむふむ。勇者ブロマイド。それもありだな。ちょっと考えてみよう。ブロマイドですか。まあ、アリーナのブロマイドに続いてね。勇者ブロマイドですか。勇者殿しかり、苦しくともくじけぬ者はいくらでもおります。何であれ、悪の道に走るは罪。逃げに過ぎんと、この爺は思いがますがな。私はいつでもステージのまばゆい光の中よ。なんだってトップスターですもん。じゃあ聞いてみましょうか。おお、はいはい。ここで重要なのがデスピサロの顔よ。顔。あの美形がどうなるか。ほら、進化の秘宝ってバッサイクになるでしょ。どうなんだろう、気になるわ。顔ですか。なんでそんなとこに。進化の秘宝を用いたデスピサルは手強いはず。ふふふ、面白い。
ど無人ですね。堅苦しい空気ね。やだな、苦手なのよこういうの。背中痒くなってきちゃうねえ。正直ですよね、まったく。はい、うん、進化の秘宝でズルをせねば我らには勝てんと悟ったのでしょう。ねえ、しかし出がらしのお茶で例えますかね、まったく。黄金の庭って確か昔父さんの本の中に書いてあったあれかしら。だからフレノールで偽物など掘っておけばよかったのです。ブツブツ。敵が強ければ強いほど戦いがあるというもの、自分は燃えてきます。おお、さすが戦士ですね。言うことが違いますね。予言より己の力を信じるが第一ですよ、このわしのように。ほっほっほっ。さすがですね。天空の神様を知ってるなら自分でちょちょいっとやっつけちゃえばいいのに。これだけ苦労したのよ。山ほどご褒美もらわなきゃ割に合わないわ。すごいこと言いますよ、もう。今一つあの者の言葉は分かりにくいな。まあいい、自分は前へ進むだけです。おー、あれ、それだけ。なんもないっすね。聞いてみましょう。キョンはどうしたのだろう。早くキョンに会わねば。おう。とにかくキョンさんを呼んでみないことには仕方がないみたいですね。なるほどね。じゃあ出ましょうか。せっかく気球を手に入れたんだから空を飛んでいきましょうよ。もう歩いたり船乗ったりの移動なんてやってらんないわ。いや、まあせっかくなんでね、気球をもってしても天空の城まで登ることはかなわぬようです。やはり天空に行くには全ての天空の装備を揃えるしかありませんな。もうそれにしても気球は便利な乗り物ですな。あれを使ってたくさん作って売り出せばきっと大儲けができますでしょうね。じゃあね、あ、これ行きますか。今までスルーしてたね場所があるんですけどね。ここですね。スタンシアルへ行きましょう。なんかベニチアみたいなとこですかね。ここよりスタンシアラのお城である。ほう、ここなんもないっすかね。あ、1個ある。どこなんだろう。こういうとこは探しようによって。どこだ、あれですね。王様のお触れを聞いてやってきたのだな。王様を大笑いさせた者はどんな褒美も思いのままじゃ。褒美はいただきね。人一人を笑わせるなんて簡単簡単。言ってくれちゃいますね。どんな褒美も思いのまま。スタンシアラの王様は実に太っ腹の方だな。ありましたね。はい、はい、王様をこれ同じじゃないですか。おや、ここにも人がいますね。この城に魔物ども入ってこぬよう見張っている。魔物ども賢くなって我々も油断できるのだ。おお、ちょっと時間のね都合でここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。